当時言ったその社会党に行けばいい話そうで、だよね。なんか、社会党に行こうと思ったけど、社会党にいるよりか自民党にいて、工作した方がいいっていうふうな。引っかき回す人っていうことで。そうね。だからここら辺はもう完全にその山田区とかさ、野中にしてもそうだし、あね、この辺りは本当なんか、まあ、できればね。そう、あとはあれか。谷垣さんで思い出したけど、加藤浩市ね。あれもちょっと、ほんとね。ガッキーもガッキーでなぁ、自民党はちょっとほんと脇の下が甘いというか、あれがあるから、山崎拓なんか、あれはもっとひどかった。そうだよね。だからまあ、そう考えるとやっぱり、なんか今後、やっぱり、その、やっぱり党で選ぶんじゃなくて、やっぱ人で選ぶしかないのかなっていうふうなことと、そうだそね。こだろうね。あとはまあ、やっぱり、もしくは自分たちでちゃんとその政治家を見出す。遅れる。遅れる、その自信を持って政界に遅れる人。こういう人をなんかやっぱ自分たちで見つけ出さなきゃいけないってことと、あともう一つやっぱ今日やっぱり一つ、なんかその青木直人さんの講演の中でやっぱ一つ、やっぱ思ったのは結局やっぱり、この今民主主義っていうのをやってる以上、まあいつも凱旋で僕言ってるんですけど、結局私たち一人一人が賢くならない限り、民主主義って、結局大多数の意見を取り入れてるわけだから、大多数の人たちが賢くないと、ちゃんとした政治っていうのが成立しないっていうことだと思ったりするんだよね。ソクラテスがさ、昔の、なんか、民主主義は修具政治だって、なんかその大衆のね、なんて言ってたぐらいだから、やっぱり100%のうち大体6割はバカなんだよ。っだていうかふうらに、さ、なんかね、そのね、まあ極論になっちゃうとそうなっちゃうんだよね。基本。だからさ、民主主義はバカの政治だっていうふうなことを、とも言えるわけなんだけど、まあね、賢人政治とか、やっぱ、まあこれは今の政治システムの問題点とも言えるんじゃないかな。みんながだからインターネットがこう普及したからさ、それによって多くの人が、多分若い人の方がさ、基本的にインターネットに慣れてるから、もっといろんな新しい情報やまとめたりとかしてくれる人がつながりが増えたから、これから良くなっていくと僕は思うんだよね。ああ、確かにね、そういった部分ではきっと多分、今までその、なんだろう、今までその、本当のことが分かるというか、かつてみんなが、ついてきたというか、マスコミを含めた人たちが嘘ついてきたことが、昔そのトイレのところに書いてた落書きでしか、拡散する方法が実はなかったりとかしてて、昔だからその朝日新聞をなんか糾弾するなんかトイレの落書きとかすごい、池袋のね、西武線の駅よく書いてあったんですよ。で、今思うと、あれって今思い出すと確かに本当だな、本当のこと書いてたんだなってやっぱ思ったんだよね。捏造報道を許してはいけないみたいなことが書いてあったの。朝日新聞の。だから、それがやっぱ今、ネットであることによって知る人が増えてきたっていうのが、やっぱり今後の我々のね、必要であるし、だから、民主主義ってやるってことは結局私たちが、例えば、決め事をやってるときに、例えば、1たす1は2ですよっていうふうなことと、1たす1は3か4ですよっていうふうなので、どっち選ぶって言ったときに、多数決で、じゃあ、1たす1はこれから4にしましょうとかね、いうような話で、なほなって話になるわけじゃないですか。数で決まるか、数の暴力でもあるからね。本当。だから、それがね、すごく、あったりとかするんで、ああ、ちょっと、あれですかね。あ、でももうそろそろちょっと終了なので、一回、この辺りでちょっと一回ですね、締めるような形にしたいと、あ、治ったみたいですね。だから、ここはね、やっぱ我々が、やっぱ今後、なんていうか、民主主義で
である以上、その投票のその権利はある以上、私たちはやっぱりその政治のことに関してちゃんと真面目に考えるその義務を負わなきゃいけないってことを、やっぱ今後ともこう皆さんに提示していくような形をしていかなきゃいけないのかなというふうに、なんかちょっと思ってたりとかしております。まあそんな感じでですね、そろそろ、放送の方が5分前ということでまとめに入りたいと思います。ですね、あとはですね、今回はですね、昨日その竹島の動画を流してくださった方がですね、こちらちょっと、なんて言いますかね、了解を得ましてですね、今後とも流してもいいというふうな許可をいただきましたので、本当ご協力どうもありがとうございます。それとですね、あとはその私たちの、そうですね、今後ともその活動していくこのマイニコンスプレッドという番組はですね、火曜日から、日曜日まで、行っております。で、火曜日から、土曜日までは、午後、10時からの、放送になっておりまして、それで日曜日はですね、午後6時からの放送で、だいたい1時間から1時間半の放送になっております。で、マイニホンスプレッドはスタッフを大募集しておりまして、配信担当やキャスト、女性の方歓迎ですね、企画制作、テロップ、素材作成、未経験者でも大丈夫、一緒に頑張りましょうということで、ご応募はこちらまでということで、以下のアドレスになっております。男性も、いますので、男性、女性問わず、どんどん来てください。やはり、女性の声とかね、やっぱり、和みますので、非常に、重要かと思います。で、今、自衛隊って入って花と散れて、これ多分、岡林信康さんの歌ですね、きっとね。おそらく、そんな感じだと思います。で、なんとかね、こういうふうな、ところをこう、やりながら、BGM 込みに投球する、あ、それは素晴らしいですね。あ、どうもありがとうございます。なので、まあ、こんな感じで、その毎週その取材をやったりとかしてますので、まあ自分のその身の丈に合った、報道、バラエティみたいな形で、やっていきたいと思います。浅いなりに、なんか他のなんていうか、その、諸先輩方のですね、そのね、有名な青山さんとか、青木さんとか、ああいうふうな感じのことっていうのは、ちょっとなかなか、できないので、まあ、身近な話題から、を中心に、まあ、でも、市民の党の、ところとか、いろいろ追っかけたりとかしてますので、まあ、そのあたりのところをこう、見つけながら、何か、いろいろ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、リュウコウさんは、中国にその留学していた経験っていうのがございますので、そういうふうなところでなかなかいろいろ、面白い情報とかつかめるとか思いますので、今後ともね、なんとか、毎週続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、本当はリュウコさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。なんか木曜もだいぶ頑張ってるっていうことなんでね、そうですよ。そう。ね、頑張っていきたいですね。木曜日みんな見てね。そう、木曜日ね、かなりね、木曜日は、あ、高田渉か。失礼しました。高田渉はね、昔、古川芳生の他にね、早川芳生っていう音楽の人がいてね、そこでシャンソンっていう歌は書き下ろしてる人ですね。高田渉さん。そう、岡林さんは友よとか、あっちだよね。失礼しました。まあいいや。まあ、そんな感じで今後ともですね、頑張っていきたいと思います。まあ、そんな感じで、じゃあそろそろ、番組を終了させていただきます。それでは、今日はですね、来場者数445名、総コメント数2936、広告が、200ポイントどうもありがとうございました。それでは、また来週、よろしくお願いいたします。それでは、そろそろ終了させていただきます。それでは、また来週。また来週。いい夢見るよ。いい夢見て。